レン・アズマブリは、韓国の独立運動家であり、軍人、政治家である。降伏後、韓国のテロ組織白衣者の団長だった。平安北道出身。本名は、レン・アタルサワ。彼の幼年期はよく知られていない。1931年3月に22歳で、前輪商業学校を卒業した後、中国に亡命した。そして、 1934年2月25日に、落陽軍艦学校艦人班に入学し、翌1935年4月、落陽軍艦学校を卒業した。民族革命党に加入し、南京で活動した。上海日本総領事館警察部が作成した、民族革命党幹部党員同性報告によれば、レイン・アズマブリは、どのような派閥にも属すことなく、 中立的立場であった。公式資料における最後の記載は、1935年の冬、民族革命党の組織に反対し、河北方面に向かったとあるだけで、以後は不明である。彼の老いである、キムチョン人によれば、レン・アズマブリは組織の派閥争いに失望し、同胞たちのために活動する方が良いと考え、南京から満州河北地方に向かったという。 1936年2月山城鎮で関東軍に逮捕され、この時、拷問によって失明した。以後、彼は関東軍に協力したという主張があるが、どのような活動をしたのかを示す資料は存在していない。彼の老いである、キムチョン人は、独立運動家たちとは関係ないと言っている。1940年頃 関東軍から解放されて31歳で平壌に帰ってきた。国史編参委員会の低平春博士は関東軍に協力したことが彼の弱点であると同時に出発点であると言った。しかし関東軍でどのような活動をしたのかという資料がなく彼が親日行為をしたかに対しては議論がある。1943年 平壌で大道団という抗日秘密結社を結成した。解放後、進駐したソ連軍の略奪と浮上死強奪などの蛮行に反発、ヒョンジュニョクを暗殺した。以後、ソ連軍の監視が激しくなると閲覧した。ソウルにやってきた。彼は、楽園道にアジトを維持し、大道団を白衣民族にちなんだ、白衣者に解消した。高指導。 宮井い等といった、ソウルの様々な場所にアジトを展開し、団員たちを抱き込み、団員同士もお互いについてわからないような、秘密結社として、猛烈な反共主義活動をした。大韓民国臨時政府の政治工作隊と連携し、近日政などの要人暗殺を試みて、白衣社の団員たちを警察係、国防警備隊、労働係などにも入れて、反共運動をさせた。 1946年2月15日、民主主義民族戦線結成大会場で、金都館と団員を使って、朝鮮共産党の僕憲兵を拉致しようとしたが、未遂に終わった。1947年7月には、両運教を暗殺するために拳銃を提供した。彼は、左翼労働運動に対して、非常に警戒しており、アルバート・ウェデマイヤー中将に当てた所管から、 共産主義に対する彼の考えを垣間見ることができる。民主主義と共産主義が共存できないという事実は各国の事例に照らして立証されています。それでも、米軍政党局はあまりにも小さな器である南朝鮮においてこのような滑稽な実験をしていますと書かれている。また、1万5千名の師団兵力で構成されている。 白衣軍創設計画を立てて、ソウル本部とボタン地域に司令部を置く、白衣軍を創設し、中国共産党を攻撃することが目標と記録されている。しかし、この当時満州は、すでに中国共産党が掌握していた状態で実現は、できなかった。ウェデマイヤー中将への所簡によれば、レン・アズマブリは強力な軍事力に基づくファシスト的な、 国家社会主義建設を夢見ていたという。韓国人たちは極端な資本主義と共産主義をすべて拒否します。新しい韓国の国家形態は国家社会主義でなければなりませんと書かれている。CD 調査の報告書にもこれと似たような文章がある。レン・アズマブリは、李性版が主犯である政府より、より強力で軍事的な政府を好んでいた。 緊急が韓国の指導者になれば、日本と米国が訓練した200万の韓国軍を持つようになるだろう、と書かれている。1948年、大韓民国の政府樹立とともに白衣者は、急激に衰退の道をたどり、何人かの団員を除き、あちこちに散らばった。一方、CD 報告書は、あの時が白衣者の団員であり、 レン・アズマブリを、緊急暗殺の黒幕と名指ししているが、白衣社の団員たちは、どのような関連性もないと強く否定した。白衣社の団員であり、ペクグアン奥の兄弟のペクチャン奥は、緊急の暗殺の一報を聞くと激怒したという。緊急の秘書を務めた、センウマモルもまた関連がないと言った。緊急の研究をしたとチン・アツシ教授は、 レン・アズマブリは緊急に対して敵対的というよりは、相互依存的であり、レン・アズマブリが、あの時に、緊急暗殺を指示したという言及は、文書のどこにもなく、明白な誤報であると反論した。実際、仮にそうだとしても当時の状況上、レン・アズマブリが指示したという可能性は、全くない。徐々に統合失調症となり、 1950年朝鮮戦争勃発後、避難することを拒否し、ソウルに残っていたが、朝鮮人民軍に交わらず、生死は不明である。ありがとうございます。